毎度アチュです。はい、本日はですね、インタビューを取りたいと思うんですけども、相手がおかんです。僕が高校野球メンバー外だったということで、そのメンバー外の親ってそのどういう心境でその試合を見てたのかっていうのをね、これ見てる方ももしかしたら試合出てない人もね見てるかもしれないし、それにこう気にしてる方っていうのもいるかもしれないんで、実際そのメンバー外だったあのやつの親の意見っていうのを聞いていきたいんで、よろしくお願いします。でまず3年間出れん、ほぼ出れんかって、試合に1年生の時とかほとんど出ないよ。その時ってなんか来てても出れへんのは分かってたよ。言うたらどういうその心境やったの？行きたかったの？見たかったのは見たかった。どういうことをしてるのかは見たかった。ああ。だけど出てないことで思うところはあったけど、って思うとこあったけど、それでも弱音吐かんとこうやらなあかんねん。あやらなあかんねんっていう話を家で聞くと、頑張ってるなと思うから見に行こう、見に行かないとって感じはあったかな。俺が厚典が戦いに行ってねったら戦ってやろうっていう感じ。そんなかっこいいもんでもないけど、あやるって言った以上最後までやるかな。泣き味噌やった子やからすぐ泣くし、うわーっていうような泣かん子やったから、グスグス泣くタイプやった子やったから、ああまたグスグス泣くんかなって思ってたら、高校入ってから泣くこともなくなったし、そうね、自分の夢っていうのをずっとこう持ってやってるんやなって思うと協力しやらなあかんなっていうのはあった。1年生はそうとして、その2個上引退して行って自分のチームになった、自分たちの代になった。で俺らの代って基本的にこう1個下がこうバーッと出ていく代やったやん。やっぱ2年生の秋から3年生にかけてこう主になってるのに息子出てへんやん。あんまりストレス溜まっていったりするもんの？あ、ないね。だって何を言うたってチームでやってるもの、だから実力がその時にはまだその学校にかなってない実力の子が出れるわけがないっていうのは分かってる、からここであんたが出たとしても、なんでって、なんでお前逆に出てんのっていう、は思うと思う。最後の方に春かな、万博じゃない、萩谷で雨の日に、あれ多分久々に母さん見に来たと思うんやけど、レフトフライ2回落として下げられた試合をあった覚えてる？なんとなく覚えてる。多分あれ最後やね、母さん見に来た試合で、引退試合以外で、やらかしたやん。でも俺の高校野球ここで終わってしまったって思っててんけど、ポロンってやらかして、そんで1年生が代打出てったから、俺終わったって思ってんけど、見に行って久々に出てた、エラーした、変えられたって、あの時の心境とか覚えてる？そういうのはちょこちょことこう練習試合で出してもうてる時に結構あったと思う。やらかしたこの子っていう。でもほんまさっきも言ったみたいに、何を言うてもチームでやってる、チームのためにはその人は降りないとダメっていうのは分かってるから、ただ後で終わってからとは思うことは多々あったけど、ただそれでも俺はやるんやっていうのが、甘やかしに聞こえるかもしれんけど親には伝わってたから、それでも俺は野球がやりたい、そんならやらな、親がやらないかん部分は出ようかっていう感じではあった。一番辛かったのは何？
一番これダメージきたわっていう瞬間ってある？周りからの直接じゃないけど、うん、耳に入ってくる言葉、あ、言葉っていうのは結構グサグサってくるもんがあったけど、うん、でもそれも耐えれてたんはその子供がその中でもやるってやってると思うと耐えれた。確かに辛いけど、うん、自分の子供が言われてると思うと辛いけど、やったらなあかんな。どんな言うたら行って戦力外でおっても、うん、まあ、一番覚えてるのは最後の3年生の時に、うん、メンバーもちろん入れなかった、うん、入れなかったの、落ち込んでた、うん、でも自分の中で切り返して、うん、これは応援団で一番になってやる、うん、応援団の中で一番になる、そうやね、応援団長やってたからな俺、うん、言った時に、うん、よし、うん、あ、もう大丈夫やわと思って、うん、じゃあ私も応援に行こうっていうのはあったかな、うん、あれが一番親の中ではこう落ち込むとこでもあって、うん、でも励まされたとこでもある、うん、最後にまあ多分試合に出てない子とかもう見てるとは思うんやけど、親目線でなんかメッセージがあれば子供さんには、うん、やろうと思ってるんやったら、うん、諦めてはあかんけど、うん、今自分が何ができるかっていうこと、うん、一生懸命やってそれでメンバーに入れなかった、うん、って思ったら後悔って絶対ないと思う、うん、今を大事にしてほしい、うん、どうせ俺あかんわとか、うん、そういうふうには思わんとってほしいかな、うん、まあ現に自分の息子がどんだけの実力があってとかそんなん一切知りませんし、ほとんどだけやからな見てるのな、私はほとんど見ないし、うん、まあ、ほぼ見ないし、うん、どんな実力かなんか全く分からへんけど、うん、ただ続けてやれてるっていうことはそこの根本があるから、うん、諦めのはいつでも諦めれる、まあまあそうね、うん、ただ後悔はしていいと俺は思ってるのよ。逆にあの時こうしてけばよかったっていう後悔って今あの時より成長してるから分かるもんや。だから生きてる以上絶対後悔はすんのよ、成長してれば。でも後悔がないってことはそのレベルで止まってんのよ。俺はあの時精一杯やったで終わってる。それに気づいたってことは次の段階に行けるってことやから、うん、ただ後悔して後悔で終わらへんかったらいいんじゃないかな、まあっていうのはうじうじするんやったら進めよという感じ。だから前あんたがちゃん嫌な母さんやったっていうのを今でも言うんが、うん、今日もあかんかったわ、今回もあかんかったわ、うん、っていう言葉を家帰って言ったら、うん、前で素振りしてこいやじゃあっていう言葉を今でもあんたはあれかの言葉が嫌で嫌で仕方がなかった。でも今になったらわかる。いやそうよ、わかるよ、ほんまにわかる。だからそこの後悔でそこで止まってほしくないからその言葉を言う、っていうのがやっと今になったら分かってるってことで、うじうじ言うならやれやっていうことをな当時母さん言ってたんやなって今になって分かるから、今その SNS とかの発信でやりゃいいやんって言うんよね。でも俺もその立場や、その立場でそんな域にいた実際にっていうのはまああるから、まあ、これ見てね気づいていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい、という感じで私の母であります、まあ、顔ほとんど一緒なんで映ってないけどなんとなくイメージつくと思うんで、嫌がんな嫌がんな、メンバー外の子供、まあメンバー外の人今いるかもしれないですけど、親御さんは一生懸命やってれば
その結果が伴わないとか、そういうの関係なしに応援してくれてるはずなんで、相当きついからね、この人ね。怖いよ。頭上がらんからね、私。でも応援してくれてた。ということで、今できること、精一杯、進んでいていただければいいんじゃないかなと思います。というわけで、お母さんありがとうございました。どうも、失礼いたしました。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、応援コメントであちらみの動画もう一本見ていただけると嬉しいです。で、打撃指導の方ね、概要欄に公式 LINE ございますので、ぜひ登録してください。そちらからお問い合わせできます。それでは失礼します。What?